ロサンゼルスキャッチ。7月12日、ミツワマーケットプレイス東蘭支店にて食育クッキング教室が開催されました。美味しく健康的な食生活を子どもたちに紹介することで家族の豊かなライフスタイルを目指したこの取り組み、昨年2月からすでに300組の親子が参加しています。今回の題材は玉木米を使った手巻き寿司。子どもたちは白米と胚芽米、玄米とお米の違いの説明を受けた後、思い思いの手巻き寿司にチャレンジ。試食タイムでは自分の作った作品に舌包みを打っていました。食育クッキング教室は毎月第1日曜日、三和マーケットプレイス東蘭支店で開催されます。